毎朝配信ミルクサッカーアカデミーの上間と申します。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロサッカーデータマンのノーミルク佐藤先生に今日も伺っていきたいと思います、はい、今日から始まりましたこちら新シリーズ戦力戦術分析シリーズ、イエーイ。これ言えんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日は本日は川崎フロンターレから参りたいと思います、はい、チャンピオンチームということで、はい、3連覇に挑もうというフロンターレでございますけれども、はいはい、じゃあやっぱりポイントからお聞きした方がいいですか。そうですね、はい、ということでポイントなんですが、うん、まず一つ目、今季のキーマンは、はい、長谷川達也。ほう。そして二つ目、はい、新加入のブラジル人トリオと日本人中盤3人のコンビ、うん、三つ目、控えメンバーは通常の控えとはならない川崎フロンターレ。そして最後、うん、中村健吾 VS、うん、家長明宏 VS ということで、いろいろ気になったところで楽しみです。早速じゃあ表の方ご覧ください。こちらです、フロンターレ。ほう、はい、こちらとなっております。これ新シリーズなんで表の見方に関しては今出てます、こちらの動画にまとめてありますんで、はい、よろしくお願いします。基本的なシステムとしては去年と変わらず、まあ、4-2-3-1 のような形かなと思います、はい、で、まあ、守護神はやっぱりチョン・ソンリョ選手、はい、でディフェンダーのラインナップが変わりました、はい、新外国人の2人、マギーニョ、ジェジエウがそれぞれ入るんじゃないかと思っております、うん、はい、で谷口、車屋、ここは多分きっと変わらないでしょう、うん、でボランチも基本的には大島、森田なんですが、開幕に関してはもしかしたら森田選手が間に合わないかもしれません。ちょっと怪我が長いか、はい、でもしかしたらここに中村健吾があるかもしれないなと思っております、はい、でなんで今その名前を出したのかというと、ほうほう、このまま このまま、ね、左側の図を見、話していくと、ね、右に小林優、はい、真ん中家長、うん、左阿部で、うん、ワントップレアンドロダミアンということで、はい、中村健吾の名前を僕はあえて今回、ね、あえて書きませんでした。本当だ、いない、うん、もうこれなんかいろいろ言われてしまうかもしれないなと思いながら書きましたが、はい、いわゆるですね、なんでこうしたのかというと、はい、一番バランスのいい感じなんじゃないかなというところでまず作ったというところが一つです。でもしかしたらそれこそ小林優選手一番前に置いて家長選手右で、でトップ下のところに中村健吾選手、いわゆるこの形でももちろんバランスがいい、はい、で去年と同じような形ですよね、うんうん、どちらでもいいなというふうに思ったんですけど、うん、もしかしたら進化させてくるんじゃないかなってちょっと思ったので、ね、あえてこうしました、うん、これしかもダミアン選手が超大物ですからね。そうなんです、うん、でその中村健吾選手ともう一人、この右側の方を見ていただければ、今1番手、はい、2番手、3番手とか出てると思うんですけど、山村選手多くないですか。あ、そうですね、これ重複もありってことですもんね、ポジションが多いわけですから。そうなんです。ということで本当だ、多いですね。いわゆる山村選手、中村健吾選手に関しては、はい、うん、あえてベンチに置いておくっていう使い方もあり。うわ、贅沢なこれはね。そうなんですよ、ですね、やっぱりサッカーって11人っていう考え方はどうしてもあると思うんですけど、はいはい、実は違うんです。やっぱりよく、あの、うんうん、特に牧野選手とか浦和レッズの日本代表の、はいはい、いわゆるチーム全体でやるもんだとかかなりおっしゃられるじゃないですか。ベンチ含めってことね。そうなんです、うん、まさになんですよね、その言葉って、はい、ピッチ上で戦ってる11人だけじゃなくて、やっぱ途中投入されて、例えばチームを落ち着かせる動きだったりだとかっていうところで、うん、90分フルで戦ってる面はもちろんすごいけど、うん、ベンチからやっぱり途中からその試合に入ってくるっていうすごい難しいことなので、はい、そのミッションをこなせる人ってそんなに多くないんですよ、しっかりこなせる人。なるほど。じゃあ答えを含めて14人の戦いプラスベンチと、はい、そうです、うん、でそこで中村健吾選手が前にいわゆる選抜にいることも大事だし、はい、ベンチから出てくることもどっちも大事なので、なるほど、あえて今回は汎用性の広い方を今回選んでみたという形になっております。ほう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 、なるほど、そういう視点で作ったよってことですね、はい、そうです、はあ、で、まあ、一人一人ちょっとさ、あの説明してるとどうしても動画自体が長くなってしまうの で、ね、聞きやすい時間にしていきたいですからね、はいはいはい、なんで何番手とかっていうところに関しては、うん、このままね、いろいろご覧いただければという形ですね、はい、うん、でそしてですね、まず行っていきましょうか、うん、1ポイント目、はい、今季のキーマンは長谷川達也、うん、っていうところと、はい、3つ目の、うん、控えメンバーは通常の控えとはならないって、ここ2つ一気にいきたいなと思うんですけど、はい、今、まあ、僕がお伝えした通り、うん、その中村健吾、山村和也ってところがまさにですよね、うん、控えメンバーは通常の控えとはならないよってところだし、はいはい、もう一個、この川崎フロンターレは4冠を目指しております。そうですね、そうなんです、はい、なのでリーグ戦が確かに例えばダゾーンで放送されるとか考えると、一番確かにメインキャラ、うん、メインの形のようには聞こえますが、はい、
ACL、そうですね、天皇杯、うん、ルヴァン、うん、そのいわゆるカップ戦組の試合の総数足したらやっぱり30ぐらいになるんですよね。27試合ぐらい、はい、って考えると例えばこのチームをリーグ戦用カップ戦用に分けたとしても、うん、同じぐらいの試合数もあるわけですよ。本当に4冠狙うんだ。なるほど、そっくり2チーム分稼働さすぐらいの気持ちで4冠を目指すんであればね、はい、うん、そうなってくるとここの今左側のイレブンの状態のチームが大事なのかって言われたらそうじゃない、はい、あくまでリーグ戦をじゃあ彼らで行くっていう風になったら、はいはい、カップ戦を取りに行くっていうことをミッションとして掲げてるのであればそっちも超大事になってくる。なるほど、で、はい、面白いフェーズだし非常にそれは楽しめますね。そうなんです、ね、そのツボを知った上で見るとね、その時に僕は今期のキーマン、いわゆる4冠を取りに行くためのキーマンは、はあ、長谷川達也じゃないかと。ほう、長谷川達也選手、はい、うん、彼はこれまでもいわゆる先発でっていう出場機会はそんなに多くないんですが、控えから登場していい働きすることが多かったんですけど、はい、去年ね、うん、これマサ知ってるかな、ドリブルデザイナーの岡部さんって、ああ、はい、有名ですよね。実はですね、彼の教えを長谷川選手受けてるんですけど、はい、明らかにそれ、いわゆる収録しただろうなっていうタイミングの後から、うん、キレ度が増してるんですよ、ね、へ、あ、じゃあ、 あの YouTube にも出てるんだ。出てます出てます。なので皆さんぜひご覧ください。調べたら出てくる、うん、そうです。あ、これちゃんとこの動画見終わったら見てくださいね大丈夫ですよ、はい、うん、効果が出てる敵面。そうね、もともと長谷川選手って静岡学園っていう、はい、まあ、テクニックがうまい、はいはい、ところ出身なんですけど、うん、で普通なんかパサーとかが生まれやすいんですが、ドリブルテクニックがやっぱりうまいんですよ。でそこで自分の癖みたいなものがやっぱりどうしてもあるんですけど、そこ矯正しだしてからちょっと動き変わってるんですよね。まあ、何が変わってるのかは後ほどお伝えします。はい、はい、でいわゆるリーグだけじゃなくカップ取りに行くんだったらおそらく長谷川選手の出場機会、特に天皇杯だったり ACL ルヴァンで多くなるんじゃないかと思うので、彼のキレをちょっと見ていただきたいなと。しかも長谷川選手のコンディション次第でその4冠への道が開けてくるんじゃないかと先生は見ていると思っております。なるほど。そして2つ目ですね、うん、ブラジル人トリオと日本人中盤3人のコンビっていうところで、はい、家長選手、大島選手、森田選手が真ん中いますが、うん、もしブラジル人選手3人を同時起用するってなると、はい、ジェジエウ選手やマギーノ選手から受けたボールを大島選手、森田選手がつないで、うん、で真ん中家長選手または中村健吾選手がつないで一番真ん中レアンドロ・ダミアン選手持っていく形になるので、はい、彼一番最初マギーノ選手やジェジエウ選手が発した意思をそのまま日本人がちゃんと変えてうまくつないで最後に持っていけるかどうかって、ここの連携すごい大事だなと思うんですよ。なるほどね。もちろん谷口選手、車屋選手の方からのボールっていうのはもう去年からので継続になるので分かりやすい話かなと思うんですが、見新しくねこの右側は変わりましたから、ここがどれだけこう受け継いでいけるかはすごい重要なポイントになるんじゃないかと思っております。見どころですね。はい、ということでじゃあ2枚目のサイトに移りたいと思います。はい、こちらです。はい、こちらとなっております、はい、新シリーズならではですね。そうなんです、はい、ポジティブトランジション、そしてネガティブトランジションっていうところが新しい項目として出てきました、はい、なんで、攻めに転じるときは基本のフォーメーションと川崎はおそらく変わらないのかなとは思います。一番左ですね。そうですね、うん、でネガティブの時もそんなに変わんない、ポジティブはやや阿部選手と小林選手がよりちょっと前に出るかなってところなんですが、基本的に川崎はもう全員このフィールドプレイヤー10人が一つのこう肉体感のような形で連動して動くんじゃないかと思っております。この形の生命体が伸び縮みするというね。そうですね。と感じております。で、その今度はその下見ていただきたいんですが、はいはい、2018年のデータを考えると、はい、シュート成功は C、チャンス対応とあとチャンス構築とピンチ対応はそれぞれ S、うん、で、非シュート対応、まあ相手のね、はい、シュートどれだけいわゆる潰せていたかってところは A っていうところで、はい、リーグ内の偏差でいうとこのあれな、はい、A から G まで、ね、S から G まであるね。はい、うん、相当なデータ残してるんですが、はい、こちら2019年になったとしても、はいはい、こんな感じですね。チャンス構築が S から A にちょっとずれてはいますが、うんうんうん、シュート成功が伸びてるので、はい、BASA とが予想されるっていうことですね、はい、これは相当すごい、いろんなデータから割り出した、そうです ね今までのいろんな流れからで算出できる統計項目があるんですけど、はい、そこから算出してみました。なるほど。でそれを考えると今年の目標価値点、うん、71くらいになるんじゃないかなと。そこまで分かってしまうという予想できる、うん、
以上はね、予想の仕方があるってことですね。そうですね、うん、まあ、間違ってても許してください。これに関してはあくまで詳しくはね、見方の動画を見ていただくと先生の言いたいこと分かると思います。はい、はい、まあ、22勝5分け7敗ぐらいじゃないなんていう感じでね、はい、出してみたんですけれども、はい、はい、です。で、次その下3つをご覧ください、はい、成長を期待したい選手、はい、そしてビューポイント上級中級ということで3項目、はいはい、最後説明していきたいなと思います。見どころの一つです、はい、まず1点目、成長を期待したい若手、はい、ここに挙げさせてもらったのは、うん、宮代大成選手。出ました、出ました、はい、先生が史上最強世代とおっしゃる、はい、ね、僕の中では、うん、僕の中ではというか、まあ、データというか結果にも表れてますけど、はい、うん、2000年世代生まれというのは過去の日本のサッカー史上を紐解いてみてもかなりな結果残してきてる世代じゃないかなと思います。でその中の2000年世代の中でもこの世代をずっと引っ張り続けてきているエースストライカー、それが宮代選手。はいはい、ただね、本当にこのチームはセンターフォワードをね育てるのがうまい。で今回レアンドロ・ダミアン選手が加入しましたけど、うん、はい、去年はそれこそね小林優選手いて、そうですね、で知念選手が圧倒的大躍進を遂げてたわけですよ、ハンサム、はい、そこに新たにやってきた宮代大成、うん、これは大きいなと、うん、はい、まあ、本当はねあとは旗手選手とかもね、はい、いわゆる、まあ、強化指定というか、まあ、今度ね加入もすでに決まってますけど、はい、もういるかなというところはあるんですが、今回やっぱりね、00世代をちょっと紹介したいなと思って入れさせていただきました。次はドイツだってことだもんね。そうです、フォーズネクスト宮代じゃないかということで、ね、今年ね、はい、特にそして2019年にはやっぱり U20 ワールドカップもありますので、はい、そこに出場ができるかどうかっていうところですね、うん、はい、で続いて、この戦術上のところで、この選手を見ておくといいよっていうご紹介をい、はいはい、行きたいなと、まず一つ目、ビューポイントの上級編です。ここが分かったら、うん、あ俺2だわって言っていいよって感じですねいい顔してますね、はい、うん、それがまずはこのチームだと大島亮太選手になります、うん、じゃあいわゆる大島選手は、いわゆる例えばこの川崎サポーターでない方が今聞いていらっしゃる場合は、うん、大島って代表行ったら怪我とかするからさって思われる方も少なくないんですよ。なるほど。であと守備下手じゃないとか言われる方も多いんですが、うん、もうそんなことはないんですよ、はい、大島選手って、うん、確かにフィジカル負けはあるかもしれない、あんまりこのガツガツいくようにタイプには見えないですよね、はい、うん、ただ守備めっちゃうまいんですよ。ほう、というかボール刈り取る能力異常なまでにスキル高いんですよ。フィジカルコンタクトをしなくてもボールを奪い切る能力に長けた選手なんですよ。なるほど。というのは実はですね、だから相手のおそらくあここのパスコースかなっていうところにポジションをずらしてスッて奪ったりだとか、フィジカルコンタクトしない状態で、うん、例えば相手がボールを保持してる状況ってあるじゃないですか、いわゆるデュエルしようって身構えてない状態、はい、そこでかっさらっちゃうんですよ。ほう、で読みとテクニックがあるということですね、はい、守備のテクニック。そうなんですよ。なるほど。だから抜かされたとしても、うん、ちょっと足だけ出しておいて、うん、相手のちょっとボールコントロールをこうずらしてそのままバッとこう1秒に行かせないでこう1秒2秒時間稼いで味方の戻り待ったりだとかっていう守備もうまかったりするんですね。渋いわけですね。そうなんです。本当にね、うん、フィジカルが全てではないってことを世界に対して表してる選手だなと思いました。なるほど。そうなんです。そしてもう一個ビューポイント、先ほどね、はい、お伝えした長谷川達也選手ですね。はい、長谷川選手今まであったのがドリブルのリズムがすごかったので、うん、自分のそのリズムに乗っかってサイドをそのままスーッて駆け上がっていくような相手抜きながら行くドリブルがうまかったんですが、ちょっと変わりまして、うん、左左右のリズムってものを僕は見てほしいんですね。左左右、はい、うん、いわゆる相手のディフェンダーと対峙して彼はよく左サイドをやることが多いので、はい、ライン上をいわゆる相手のディフェンダーを自分の走力とドリブル力でスッとこう抜き去っていく能力に長けてたんです、はいはい、ただそれだけじゃなくて、うん、あえて自分のスピード一旦遅らせて止まることができるようになったんですね、うん、ほう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 、スピードを無駄に使わなくなったんですよ。でいわゆる自分の重心をどっちに行くかなって見せかけて左ずっと行くんじゃなくて、左足左足に重心抜かしときながら最後に右足使って中に切れ込む動き、カットインしていくってことですね。そうなんです、うんうん、そうすると左右じゃなくて、うん、とか右左だけじゃなくて、うん、左左ってもう一個入れておくことによって相手の重心もずれるんですよ、縦の突破がねもともと持ち味だからつられやすいってことだね。そうなんです。今までの自分の持ち味を生かした新しい技を見出しつつあると。
でそこで右にずれるっていうことは、うん、もう相手のディフェンダーとしては、あ、こっちだなこっちだな、このあの長谷川選手はいわゆるディフェンダー側からしたら自分の右を抜いてくるんだなっていうふうに思って、はいはい、そっち側に重心ずらすんですが、ライン際にね、はい、うん、そこを逆突かれる状態になるので、で彼の走力を持ってすればその一瞬の間さえあれば飛ばせるんですよ。早手のように入っていくと、それができ る, なるほど、それがあまりにも上手くなったんですよね。注目しちゃいますね、それはね。そこ見てほしい。だから逆に川崎と当たる、うん、いわゆる長谷川選手と当たる選手の方、うん、もしくはサポーターの方、なるほど、そこを注目しておくといいんじゃないですか。そこ注意するといいんじゃないですかね。そこなんだよって人に言えますね、これね、はい、私言いますよ、これね。じゃあ阿部選手がライバルということですね。そうです、なるほど。もちろんね、あと斉藤学選手もいますし、うん、そうだそうだそうだ、はい、はい、たくさんいますから、まあ誰がね、はい、それこそ出てきてもってところはこの川崎だったら本当に非常にあるので、はい、期待したいなというところでございます。先生よくわかりました。すごい情報がギュッとしてますね、はい、この新シリーズ。そうで、プラス最後にもう一個言うと、はい、それでじゃあ長谷川選手とか斉藤学選手がドリブルでガーってやる試合があったとする、はい、そこに最後例えばまとめのために締めて中村健吾選手出てくる、はい、もうね、そんなオーガナイズなことされたら、うん、もう相手もうヘトヘトですよ。本当だね。でやべえって思ってる間に中村健吾のミドルシュート、いやー強ー強ー。なんか練習試合でももうすでに決めてるらしいですからね、今年もパフォーマンス見れるんじゃないですかね。なるほど。そんなところも楽しみにしながら、開幕も楽しみにしていきましょう。わかりました。川崎フロンターレについて先生にね教えていただきました。新シリーズ戦力戦術分析シリーズの第1弾ということをお送りしてまいりました。はい、2019Jリーグ新シリーズをもっと楽しむために、もっと楽しみましょう、サッカーアカデミーがお送りしてまいります。はい、全55クラブやっていきますんでね、はい、ぜひお楽しみいただきたいなと思います。はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターもやっております。そして高評価ボタンで応援していただきますとみんなに、行き渡るんじゃないかなと、はい、より多くの方に行き渡るんじゃないかなというふうに思っております。川崎フロンターレ教えていただきました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。